高松琴平電気鉄道株式会社は、香川県に3つの路線を持つ鉄道会社である。通称は琴電。本社は、香川県高松栗林町2丁目19番20号。グループキャッチフレーズは、海、町、里から心で結ぶ。また、2011年4月から1年間は、琴電開業100周年記念キャッチフレーズ、飛躍が合わせて使用されていた。 マスコットキャラクターはことちゃん。玉も城の片荒を走る1200系太平洋、戦争中の1943年11月1日、陸上交通事業調整法に基づいて、高松市周辺の鉄道事業者が合併して誕生した。直後に、同じく高松市周辺のバス事業者を吸収している。空襲による市内線の消失、その代替として、 高松執行までの路線延長を行うなどの結果、1950年代前半に現在の鉄道路線網が出来上がった。以降、ことでグループの中心として鉄道事業、バス事業などを行い、1970年代には流通事業、ホテル業に進出した。バス事業は1986年に子会社の高松バスに譲渡している。転機となるのは、 鉄道三線の拠点である、河原町駅の近代化計画である。1970年代に構想が持ち上がったもので、駅ビルを建設し百貨店を開くというものである。しかし、初版の事情により計画の具体化は1980年代後半となり、着工は1994年、春工は1997年となった。そして、総合グループと提携して、 ことで合を設立、開店した。しかし、バブル経済期の甘い見通しのもとに建てられた、収支計画、並びに2000年の総合グループ破綻の余波を受け、2001年1月22日に、ことで合は民事再生法の適用を申請し閉店する。その同社への債務保証が原因で、高松こと平電鉄は、経営難に陥り、2001年12月に子会社の コトデンバスとともに、民事再生法適用を高松地裁に申請した。結果、琴平電鉄時代からの経営者である、大勢一族は大臣。代わりに、香川日産グループや地元の大手食品メーカー、加藤吉などの支援を受け、経営再建することになった。この再生計画は2006年3月に終了した。かつてはコトデン、TKR、後に、 カタカナガキのコトデンの愛称で親しまれていたが、民事再生法適用申請後、イメージを一新するためにコトデンと,と平カナガキに改めた。車両の社名名盤の表記は、高松コトヒラ電鉄となっている。この表記は、直営時代のバスでも用いられていた。また、2005年2月2日には、非接触式 IC カードシステム以下をコトデン、バスと共に導入した。 東山電気高松電気琴平電鉄高松、琴平電鉄社長、大西貞夫官以下、改札機民事再生法適用前のサービスは琴電、バスと共によくはなく、バス運転手や車掌、駅員の乗客に対する横柄な態度も問題視されていた。そのため民事再生法適用時も、身から出た錆、鉄道はいるが琴電はいらないなど住民は、琴電用語や支援に、 消極的だった。香川日産出身の真鍋社長就任後は、サービス改善を最重要事項とし、以下のような取り組みを行った。その結果、住民からの信頼も、少しずつながら取り戻しつつある。足踏み式デッドマン装置を設置した 20K232006 年に、民事再生法に基づく再生計画が終了し、経営再建を果たした後も、 以下のような施策が行われている。琴平線の内高松実行駅河原町駅間は執行線とも呼ばれる。ラインカラーは琴平線がイエロー、長尾線がグリーン、市戸線がローズピンク。全線とも期間は 1435mm で四国で唯一現存する採用例である。動力に電気を使用し、列車集中制御装置を導入している。 路線はすべて、さぬき平野に存在し、一切トンネルが存在しない。途中下車の制度があり、指定された駅については、その駅までと同額の乗車券でなければ、途中下車が可能である。指定駅には、無人駅も含まれるが、この場合は、下車時に、列車の乗務員に申告する。ただし、以下利用の場合は、非適用となる。原油参戦はもともとそれぞれが、 別々の会社、企画によって建設され、その名残で軌道として建設された長尾線と、指導線は、鉄道として建設された、琴平線に比べて、駅の平均的な設置間隔が短く、特に指導線に至っては、琴平線の2倍の密度で駅が設置されている。高松琴平電気鉄道の路線図琴平線高松、築港駅一宮駅間は、日中15分間隔。 その先、こと琴平ことひら間は日中30分間隔、長尾線は日中24分間隔、指導線は日中30分間隔の中頻度運転を行っている。長尾線の列車も乗り入れることひら線高松、執行駅河原町駅間は日中毎時6の7本、朝ラッシュ時には最大1時間あたり13本の列車が運行されている。 琴電の所有する各路線は、河川電圧や、車両のサイズなど、直通可能な路線や、使用可能な車両の組み合わせが、独特の変遷を遂げてきた。それらの主な変遷を、時系列で記せば、おおむね以下の通りである。四度線小圧まで琴平線は、河川電圧 1500V で、執行線を単線運転し、琴平駅に向かう。 四導線も実行線に直通するが、600ボルトのため単線運転つまり、単線並列で運転され、河原町駅でスイッチバックを行って、四導駅に向かっていた。長尾線は600ボルトで、河原町駅を理解し、1966年、四導線が1500ボルトに昇圧されると、実行線は、複線運転となった。各路線の運転系統は1と同じ。 1976年12月23日、長尾線が1500ボルトに昇圧されると、四導線と長尾線の使用車両が共通化された。ここでも運転系統は1、2と同じ。1994年6月26日、河原町駅の改良工事に伴い、四導線は線路が分断された河原町駅で折り返し運転。逆に、長尾線が 琴平線同様、実行線へ直通運転を行うことになった。2006年車両寸法の制限が、琴平線は18メートル強、指導線は16メートル、長尾線は17メートルと差があったが、長尾線も18メートル車入線可能に改良し、長尾線と琴平線で車両規格を共通化した。ただし、走行性能の違いなどから、使用形式は、 区別されている。以後この形態が続いており、新たな変更の計画は公表されていない。全新各社の廃止路線も含む。2020年10月現在、営業用旅客車80両、動体保存車2両、業務用、車両2両の計84両を保有する。これは、鉄道線に限ると、地方都市の民営鉄道としては、最も多いが、機動線車両を含むと、 広島電鉄、伊予鉄道などがこれを上回る。ことを構成した各社は車両を自社発注していたが、こと成立後は一部を除き他社からの譲渡車両が投入されている。出自も日本国有鉄道、東武鉄道、京浜急行電鉄、京王帝都電鉄、名古屋鉄道、名古屋市営地下鉄、近畿日本鉄道、阪神電気鉄道、山陽電気鉄道、山形交通、 東農鉄道、三義鉄道、多摩の市営電気鉄道と多彩を極め、形式も細分されていたことから、ファンの間では、広島電鉄ともども、動く電車の博物館と呼ばれていた。これは戦後復興期以降、1970年代、中盤まで、一貫して輸送力の増強を行う必要があり、いわば、質より量が求められていたためである。それでも線では、 残時車両の代替と、ある程度の車種統一が行われ、1970年代から1980年代、前半は、元名古屋鉄道及び、阪神電気鉄道、三義鉄道の車両が投入された。1985年以降は、元京浜急行電鉄及び、京王帝都電鉄の車両が投入され、2005年に、冷房化100%を達成した。一方、 長尾線、四度線は路線規格の問題で18メートル級以上の琴平線レベルの車両の入線が不可能だった。このため大手私鉄から小型車両が到達された1980年頃を境に代替が止まった。ゆえに平成時代になっても戦前昭和20年代に製造された車両で運行されていた。1998年以降には 名古屋市営地下鉄の車両を KO10 規制経由で導入し、車両の近代化、冷房化と車種統一を急速に進めたものの、旧型車すべてを置き換えるほどの車両の確保はできなかった。そのため、2000年代中盤の民事再生法適用下での経営方針策定で、長尾線に関しては、琴平線レベルに路線改良を行い、中型車の導入を行うことになった。 2006年に改良工事が進行し、同年から翌年にかけて2両編成5本の中型車を投入して、旧型車を淘汰した。また、冷房付き小型車にも余剰が発生したが、これらは指導線に転用され、同線の旧型車を淘汰した。これにより営業用旅客車両の冷房化率100%を2007年7月に達成した。また、比例防車である、 旧型車のうち5両をイベント等のための胴体保存車とした。なお、同じ頃に合理化案として列車のワンマン化を検討していたが、採算性が疑問視されたことから駅の無人化と引き換えに廃案となった。2005年12月には忘年会シーズンにおける週末深夜の臨時増発列車において女性専用車両を試験導入していた。 二両編成の内高松蓄行寄りの車両が対象であり、深夜の利用者の少ない時間帯に安心して乗ってもらう策であった。朝夕ラッシュに導入されない珍しい例であったが、本格導入には至らず以後の設定は行われていない。2020年には自社保有車両の内京浜急行電鉄からの乗渡車の比率が50%を超える状況となっている。 機器面での特徴ラッシュ時の4両運転通常の2両、運転運転席車掌スイッチ車両番号合併の際に、長尾線車両を20から30番台に改版した。他は、元の事業者での車両番号をそのまま使用した。これが元で、長尾線、四度線車両が00から99、琴平線車両が100以降という法則が出来上がった。ただし、琴平線と長尾線、 死度線の間を転属した車両については、この限りではない。琴平線では、琴平電鉄時代の方式を踏襲し、形式より、車両番号が1桁、小さく、かつ2桁目が進む、独特の車両番号体系が用いられた。1960年頃を境に新規導入の車両形式は、車両番号と同じ3桁となったが、2桁目が増える、方式は相変わらずだった。 一方、1万系線0 1から千0 2以降、固定編成で入線した車両、および18メートル級以上の車両は、1000番台の車両番号が振られている。こちらは1桁目が増えていく、通常の方式である。形式も1万と1万2000を除き、車両番号と同じ4桁である。長尾線、四戸線は10番単位で形式を振り、その中で1桁目が続番となる。 しかし、使える、車両番号が00から39,50から99に限られるため、ある形式が消滅後すぐに2代目として、同一形式、車両番号が振られる事態が多発した。結局、600系の入線時にこの法則はなくなっている。形式番号の小さい順に列記する。2020年10月現在。 琴平線2二両編成二十編成四十両、長尾線2二両編成、十編成二十両、首都線2二両編成八編成十六両、その他四両、計二十両、胴体保存車四両。手前から五千0二十系、三千0千系。2018年5月胴体保存車二両事業用、車両最終配置線区別、琴電及および、 全身事業者での入船順に列記する。琴平船長備船、指導船廃車後は、ほとんどの車両が解体処分されていたが、2000年代に入り、第三者の手で生体保存された事例がある。公共施設に保存された例は公式サイトでも挙げられている。また、2021年5月までに23号、500号、120号、300号を廃車する計画があり、 保存先の募集をしている。車両研修施設として、以下の工場を有する。2007年に就任した高松市の大西、秀都市長は、市内中心部の活性化策として、LRT の導入を積極的に推進する立場を、表明。これに関連して、2005年以来凍結状態になっていた高松筑工駅、栗林公園駅及び、 花園駅間の連続立体交差化事業の打開策として、琴平線を LRT 化することで工費の削減を図って、JR との接続改善を実現するというプランも一時示され、2008年1月に開催された県による連続立体交差化の検討委員会で、LRT 化に関する議論がなされた。ことで側は輸送力の違いを理由に、 今の路線での導入は非現実的という意見を述べた。県の検討委員会は2009年5月の最終答申では LRT 化を案から外した。2010年3月31日をもって連続立体交差事業は中止された。その後、高松市は高松市総合都市交通戦略検討協議会を発足させ、LRT 導入に関する検討を行っている。 2009年3月の会合では、複線路番を持つこと平線の高松筆工駅、伏生産駅間に LRT を走らせる案も委員から示された。これに対しても、こと電側は現在のダイヤでも需要にあっている。経済合理性の面から LRT が持続可能な構想なのか疑問があるという意見を示している。投資面からは既存の路線バスなどを活用する方が、 合理的であるとしていた。協議会は2009年12月の会合で、琴平線の仏生産駅北での LRT 運行につき4つの構想案を示した。その内容は、琴と電は現状維持、LRT を同時運行琴と電は現状維持、JR 高松駅、仏生産駅間に、LRT 運行ことは河原町駅起点とし、JR 高松駅、 仏生山駅間に LRT 運行こと電は仏生山駅始発都市 JR 高松駅仏生山駅間に LRT 運行である。これについてこと電側はピーク時の輸送能力などへの懸念から3.4の案には反対している。ありがとうございます。